鎌倉市図書館は、神奈川県鎌倉市の公立図書館で、市内5カ所に設置されている。一般貸し出しのほか、市民への情報公開や、鎌倉に関連する郷土資料の収集など幅広い活動を行っている。また、鎌倉市唯一の大学である、鎌倉女子大学図書館や、近隣の藤沢市図書館とも提携しており、所定の登録を済ますとこれらの図書館の図書を借りる。 ことができるようになる。郷土資料を広く収集しており、書籍だけにとどまらず、古文書や、自費出版物、発掘調査記録や新聞記事に至るまで、鎌倉に関係する資料を網羅的に集めている。これらの郷土資料の一部は、中央図書館の郷土資料コーナーにて公開されている。か、収集資料の編纂、発行、展示なども行っている。また、知識人、 富裕層が多く在住しているという土地柄から、著名人による書籍の寄贈が多いことでも知られる。図書館設立に大きな貢献をした、東郷誠十郎が寄贈した、晴れ霞文庫をはじめ、元鎌倉市長、鈴木藤也が寄贈した富士文庫、辻海星中学校、鎌倉女学校の創設者として知られる、田辺慎之助が寄贈した松葉文庫、川端康成が寄贈した、 川端文庫などがある。なお吉し信子寄贈の吉し文庫については、そのほとんどを、鎌倉文学館へいかん、困る年しおきの統計時、秀勝か文書177点については、市の文化財指定を契機に、鎌倉国宝館へ移された。本校の記載のうち、特に中期のないものは、鎌倉市図書館100年の歩み。鎌倉市図書館、二千十四年二月十九日閲覧。 の記載によった。鎌倉図書館100年史、P143 鎌倉図書館100年史、P159 鎌倉図書館100年史、P180 から182鎌倉図書館100年史、P182。なお大船の神奈川軍政インフォメーションセンターについては正確な年月は不明なものの解体後公民館に転用された。 鎌倉図書館100年史 P294 鎌倉図書館100年史 P165P292 ありがとうございます。